エウリの名は、ギリシア神話の女神、あるいは女性である。長母音を省略してエウリの目とも表記される。の他数人が知られている。以下に説明する。このエウリの名は、オーケアノスとテーティウスの娘で、ゼウスとの間に、カリス、また一説に、カシン、アースオポスを生んだ。ロドスのアポローニオスによるとエウリの名は蛇神オピーオーンの妻で、 オリュンポースの最初の支配者であった。しかし、オピーオーンがクロノスとの力比べに負けたとき、オピーオーンとエウリノの名は、クロノスとレアーに王権を譲り、海の中に姿を消したという。その後エウリノの名はヘーラーがヘイパイストスを海に、投げ捨てたとき、テティスと共にヘイパイストスをかくまった。アルカディアのピガリアーには、エウリノの名の聖域があり、 年に一度の祭礼の時だけ閉ざされていた聖域は人々に解放された。聖域にはエウルの命の心臓があり、上半身は女性、下半身は魚の姿をしており、金の鎖で縛られていたという。イギリスの詩人ロバート・グレーブスは独自に再構築したンギリシアの創造神話をペラス語イ人の創生神話として紹介しているが、そこではエウルの命は 想像神とされている。カオスの中に最初に裸で存在したエウリュの名は空と海を分離してから波の中で踊り狂い、その動きから北風を発生させた。続いて北風を両手で捕まえ、激しくこすり伸ばしてオピオーンを生み出し、その後も体を温めるために踊り続けたが、浴場したオピオーンと交わって身ごもり、鳩に姿を変えて波の上に、 宇宙卵を産んだ。卵は孵化して、太陽、ガツ、水星、金星、火星、木星、土星をはじめとする無数の星々と美しい自然と、生物たちに満ちた大地が生まれ、二人は、オリュンポス山に移った。しかし、卵を孵化させて満身したオピオーンが、自分こそが宇宙の創造者であると主張したので、エウリの名は、オピオーンを踏みつけ、牙を蹴り寄って、 地下深くの洞窟に追放した。その後、太陽と月、及び五つの惑星に、神秘の力を生み与え、光明を司る太陽に、テーアートヒューペリオオンを、魅惑を司る月にポイベートアトラースを、知恵を司る水星に、メーティスト、コイオスを、愛を司る金星に、テーテュースとオーケアノスを、成長を司る火星に、ディオーネート、 クレオスを、掟を司る木星にテミスとエウリュメドオーンを配置し、平和を司る土星にクロノストレアを配置するといった具合に、男女の巨人であるティターンとティターニアを、それぞれの惑星に配置した。その後、アルカディアの土から、最初の人間であるペラスゴスが生まれた。このエウリュの名は、メガラーオニーソスの娘である。スキュラと姉妹。コリントソウ。 シーシュポスの息子グラウコスと結婚し、ベレロポーンを生んだ。ただしベレロポーンの父はポセイドーンだと言われる。兵士を出す名フレツデンによると、エウリの名はアテーナーの意図により、グラウコスの結婚相手を探していたシーシュポスに気に入られて結婚した。しかしゼウスはシーシュポスが後世に優れた血筋を残すことを好ましく思わなかった。そこでポセイドーンが、 エウルの名と関係を持ち、エウルの名もまた、グラウコスに優れた子を産みたいという思いからこれを受け入れ、ベレロポーンが生まれた。ベレロポーンに、ペーが祖祖を与えたのは父であるポセイドオーンだったという。このエウルの名は、ペーネロペーの乳である。ペーネロペーがオデュッセウスと結婚した時、彼女もイタケイ島にやってきて、エウルクレアと共に、オデュッセウスの館の女中頭を務めた。 エウルの名は古くからオデュッセウスに仕える者たちと同様ペーネロペーの求婚者たちに良い感情を持っておらず終始ペーネロペーとオデュッセウスに忠実に仕えた。ありがとうございます。